さあ、それでは今日の日本生命レッドエルフ対木下アビエル神奈川、今日のハイライトです。まず第一マッチは笹尾麻生というペアに梅村チュチョンヒという初ペアが挑みました。まあですからパワーのいわゆる日本生命か、まあ、いわゆるこの2人がね、渡辺さん、初めてのこうペアリングということになったわけですけれども、そうですね、木下が初めてでどうかなと思ったんですけどね、はい、あのスタイル的にはすごく合ってるプレーを見せてくれましたよね、はい、で結構やっぱりこう要所要所で、はい、梅村の変化と、はい、でチュチョンヒのこうパワーボールっていうのが決まってて、まあ、戦い方もですね、あの日本生命ペアをこうバックへ詰めていくっていう形が良くて、はい、いい形だったんですけど、最後、はい、決め手のところで梅村がささやいた、はい、あのナックルサービス、サービスエース、はい、あれをささやいたのかどうかだけが気になりました。記者会見でもしかすると明日の新聞あたりで、はいはい、そのあたりは披露されるかもしれませんが、さあそして小林さん、はい、このリジャイと平野の対戦ね、はい、ここも大きなポイントになりました。あ、本当ですね、ワールドクラスの技術戦術がたくさん見れたいい試合でした、はい、まあ、平野選手はなかなかね、オリンピックが終わった後も世界卓球には結局今回団体では選ばれなかったんですけれども、はい、ただどうでしょう、やはりこの T リーグの今年の戦いぶりを見てると、はい、まあ、またなんかこう違った形の一皮向けたこう平野美宇選手っていう感じですかね。そうですね、もうまたより一層上を目指して頑張っていると思います、はい、いや、そして渡辺さんがこう、はい、リジャイ選手こう綺麗な卓球と評しましたけれども、何かどうでしょう、 そうですね、そのあたりも遺憾なく発揮された感じですか。そうですね、まあ、それでもまあ最終的にはもう平野がやっぱりこうサービスをロングサーブ連発するなどですね、はい、やっぱいろんな戦術使ったのが良かったと思いますね、はい、さあそして帰国したばかりの木原選手がもう中0日ということで出場しましたけれども、森さくらとの対戦になりました。小林さん、いかがですかこの対戦は。激しいこういう打撃戦の中で、はい、連続得点連続失点みたいなところ流れも見えた、はい、いい試合でした。渡辺さん、やっぱりこう攻めの木原に対してこうしっかりそのボールをこなかす、表現はどう表現していいか分からないですが、吸い取ったみたいな、まあ、森のやっぱり執念というか、はい、やっぱ練習の賜物だなと思うようなプレーがすごく多かったですよね、はい、で特にやっぱり第2ゲームになって 0-6 になった時点で、はい、やっぱ次のゲームのことを考えてやっていくとかっていうことが普通はありやすいんですけども、はい、本当にやっぱ気持ちが強いなと、はい、でそれが次の自分の9連続得点につながり勝利につながったと、やっぱここら辺はやっぱりチームの柱としての森さくらっていうのはやっぱ大切な存在なんだなって思いましたね、はい、まあ、その流れが小林さん、この笹尾選手にも来ましたよね。そうですね、すごくそういう責任、私が勝ってという気持ちは見れましたね、はい、そして渡辺さん、この T リーグ初登場のイ・ウンヘですが、そうですね、イ・ウンヘはもうハイトスのサービスからのやっぱ鋭い攻め、はい、特にパワーボールにかなりね、笹尾を苦しめられましたね。だから、はい、先にドライブをかけさせてしまっては苦しいなっていうことをね、何度か解説の中でもお話しさせていただきましたけども、はい、やっぱ本当にこの選択っていうのがいかに卓球大事かというところがありますよね、はい、まあ、悔やまれるのはやっぱ第1ゲームの最後、サービスを持ってて、はい、そのチョイスがちょっと違ってれば、はい、ゲーム全体も変わったんじゃないかなっていうところはありますよね、はいはい、それで、まあ、今日は日本生命が敗れ木下アビエル神奈川勝ったんですけれども、日本生命は伊藤美誠選手と早田ひな選手がベンチに入っていませんでした。その中での、まあ、ただ負けはしましたけれども、4選手が本当頑張りましたよね。そうですね。